ファイントラックの高機能タオル、ナノタオルを使ってみました。最近猛暑日が続いて、ほんとタオルがいくつあっても足りないんですよね。そんな時に出会ったのがこちら、ファイントラックのナノタオル。よくある速乾性冷感タオルではなくて、こちらは汚れや皮脂を落とす機能がついています。それでは開けてみます。開けてみるとこんな小さいです。小型のマウスぐらいの大きさでしょうか。置いてみると本当にマウスです。収納袋を開けてみると、結構タオルは大きいです。 85×38cm という寸法ですね。こちらはタオルと収納袋がクリップで接続できる仕様になっています。表裏で生地感が結構違いますね。こちらは固めで汚れ落とし用の面、こちらは柔らかめで拭き取り用の面です。こっちがこんな形で明るめのブルーですね。位置取りがしてあります。皮脂を取り除くナノフロント繊維という生地です。それでは収納袋に収めていきます。入りました。ゆとりがありすぎずきつすぎず、ちょうどいい収納袋のサイズですね。こんな小さくなりました。暑い日こそタオルを使った後はすっきりしたいものです。この猛暑におすすめです。